じゃがいもは高血圧のもと？こんにちは、内科医の松本です。皆さんはじゃがいもを野菜だと思いますか？でんぷんの塊だと思いますか？私はでんぷんの塊と考えていますが、高血圧に良いカリウムが多いので、アメリカでは野菜と考える傾向があります。レストランに行くと、副菜は何にするって聞かれてぼーっとうなずいているとフライドポテトがよく出てくるんですよね。来てみてびっくり。さて、最近じゃがいもが野菜なのか、でんぷん、つまり糖質の塊なのか判断するような研究が報告されました。アメリカの看護師などの医療従事者を1976年と1986年に登録し、18万人ほど10年以上追跡調査しています。その間、約7万8千人が高血圧と診断されています。これらの人たちのジャガイモを食べる量を分析すると、週4回以上食べる人は月に1度程度の人と比べると高血圧を発症しやすい傾向にあり、ジャガイモをでんぷんの少ない野菜に変えると高血圧の危険は低下していました。研究では、ジャガイモは野菜というよりでんぷんとして扱うように警告しています。私の日本人の友達にも、子供が自分の作ったものを食べないの、でもポテトチップスを食べているから野菜も取れてるしまあいいか、なんて言ってる人がいましたが、おっとどっこい、ポテトチップスは最も危険なおやつであり、もはや野菜とは言えないので要注意ですね。私も大学生の頃は袋食いしたものですが、これに関しては別のビデオを見てくださいね。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。